の練習大変だよね。打つことはできないの。あれそれこそあのバドミントンのシャトル打ったりしないの。そうなの。あれ結構面白いよ。写真 NG。 練習してます。いやみんちゃんさっきあの打ってるとこ撮ったよ確か。
全然おじさんじゃないけど全然おじさんじゃない。今日もストレンジでございます。あっが高いよ。ちょっと早急に悪意を感じます。あー、ごめんなさい。なんか面白そうなとこ取れなかった。ちょっと意地悪な人いが多分後で仕返しされます。武田先生は素手で頑張ってます。警戒です。ちゃんとやれや。いや、ジュニアと思ジュニアの分もちゃんと取ってますよ。ジュニアの分ジュニアの分も高いよ。こういうダンサーいますよね。黒い人それっぽい取り方。もう少し。おいいよ。ここすごい寒いです。指ガチガチ。武田さん投げるのも大変そうです。
あ、今日ボールが2つだからちょっと大変そうです。もう少し食っていい？ジュニアの部、ジュニアの部、腰高いよ。お尻高いよ、ジュニアの部。顎出てきてるよ、なんかしゃくれてるよ。なんでしゃくれてんの？大人の部。武田さん、いい感じっすね。はい、お願いします。1、お、かっこいい。3、あ、4、うわ、6、7。でも蓮井さん、足のなんか運びかっこいい。いいよ、うん、足の感じかっこいい。あ、こっち落ちちゃった。10、あ、僕じゃそっちやろうかな。2、3、でもこの辺だと前と同じ感じになるんで、もうやめます。ソ連ですよ。